ロマネスコは世界遺産みたいな名前ですが、ピクルスにして食べると美味しいです。ただ、味も食感もカリフラワーとそんなに変わらないので無理して食べなくても大丈夫です。はい、こんにちは、うどんです。今回は、ドックケースアダプター HD87 というのを、楽天で8000円ぐらいで購入しました。Amazon だと9000円から1万円みたいです。で、これは、MacBook Pro 用の USB ドックなんですが、MacBook 純正の AC アダプターに、かぶせるように取り付けることで、あたかも、多機能な AC アダプターへと変身させてくれる代物です。で、他にもサンダーボルト3接続で、10ギガビットイーサネットがある、多機能ドックの、アキッチオの、サンダー3ドックプロとも迷っていたのですが、で、お値段が、4万4000円もするので諦めました。で、アップル製品の周辺機器にありがちなんですけど、箱におしゃれ感があります。で、付属のケーブルも素敵な感じで入ってました。で、なんでこの USB ドックを購入したかというと、最近の MacBook には、Thunderbolt 3の Type-C の入出力しかなくて、よくある USB の周辺機器を利用しようとすると、どうしても USB ドックみたいのが必要になってくるわけですね。で、これまでもちっちゃいその USB ドックを使ってきたんですけど、なんかプランプランして非常に煩わしい。どうせ AC アダプターも持ち歩くし、で、ドックも必要だということなんですけど、その2つの機器が、1つになったら便利かなと、そういうことでこちらの商品を購入しました。取り付けは、Type-C コネクタが合うように、純正アダプターを合体させるだけなんですが、最初シールを剥がさず作業しようとして手こずりました。で、意外とカッチリはまるようです。で、ドックに電源が入ると D の文字が光ります。で、MacBook Pro に接続して、システムレポートを見てみると、リンク速度 5Gbps の、USB ハブとして認識されているようでした。で、ちなみにドライバーなしで認識されました。で、ドックの HDMI 出力と、外部ディスプレイをつなげたところ、最初は表示が崩れておかしかったのですが、以降は、正常に表示されるようになりました。謎です。で、 USB3.0 接続のモバイルハードディスクを接続してみたところ、特に問題なく接続できました。で、あと、コンセントに刺さっていなくても、USB ドックとしては動作するようです。で、逆に、MacBook Pro と接続せずにコンセントにだけ刺さっている場合は、USB 充電アダプターとして使えるようです。で、 HDMI は 2.0 なのですが、対応解像度が、フル HD で、60Hz で、 4K で 30Hz までで、ちょっと微妙かもしれません。で、給電については、パワーデリバリー 2.0 対応で、純正だと 87W 給電可能なところ、このドックを使用した場合は、70W に落ちるということです。
まあ、おそらく、充電が遅くなるぐらいでしょうか。で、MacBook Pro との接続用の付属のケーブルは 1m とちょっと短いので、他の Type-C 型のケーブルも使えないか試してみました。で、うちには 100W 給電可能で、おそらく USB2.0 のケーブルと、MacBook Pro 付属の給電用のケーブル、あとサンダーボルト3のケーブルがありました。で、いずれもデータ接続はできませんでした。まあ、長い方が良かったんですが、まあ、とりあえずは付属のケーブルを使うことにしました。というわけで、これまでは小さい USB ドックをプランプランさせながら使ったり、USB 給電ポート付きの AC アダプターを使ってきたのですが、このドックケースアダプター HD87 を使用することで、充電、USB 接続、ディスプレイ接続を1本のケーブルにまとめられるので、すっきり快適になりました。で、またそんなに大きくないので、持ち運びにも良さそうです。今回は以上です。はい、ありがとうございました。